はい、皆さんこんにちは、かえでです。私の長年の悩み、スライス、玉が捕まらない、飛距離が出ない、この3つの悩みをずっと抱えていたんですけれども、私はあることに気づいてしまいました。このミスはおそらく体の開きでなっているんじゃないかなっていうのを自分で気づいたので、ちょっとそれがどういうものか見てください。はい、これがコースで後ろからのスイングですね。うん、体の開きがどうなっているのか、この切り返しの時点で胸が真っ先に開いてボールの方向に体が向いちゃってます。次にインパクトのあたりでの開き具合を見てみます。ボールを打ったばっかりなんですけど、飛球線方向に体が全部向いて力も抜けてるような感じに見えます。続いて吉田優利プロのスイングを見ていきたいと思います。すごい。まず切り返しから見ていきます。わ、すごい。体の開きはゼロで、体がもう全部こっちに見えてる状態ですね。次にインパクトのところを見ていきます。体の正面にちゃんとクラブがあってボールを押せる感じがすごいします。はい、では2つを並べて見比べていきます。もうスイングはいろんな違うところたくさんあるんですけど、体の開きを今回は見ていきます。はい、切り返しでこんなに違うの。吉田プロはね、こっちに全部体見えてるけど、私は逆に全然見えてないですね。開ききっちゃってて、もうとにかく全然違います。続いて、インパクト。やっぱり私はクラブが体から離れて体が開きまくってるのに対して、吉田優利プロは体の正面でクラブをちゃんと押せてる感じがします。続いて正面から見ていきたいと思います。私の正面の体の開きはなんかすごそうだ。はい、もう切り返してまず胸から開いちゃってますね。ね、インパクトでももうこれ以上左に回れないっていうぐらい体が開いてます。続いて吉田優利プロの正面からのスイングです。うわー、すごっ。すごいですね。かっこいい。切り返しから見ていきたいと思います。すごい。胸の向きは本当にそのままで、パワーが溜まったまま切り返して手が近いところに降りてきてる。かっこいい。はい、そしてインパクトでも下半身は回ってるんですけど、上半身はちゃんと残っていて力が全然抜けてない感じですね。はい、正面からも見ていきます。もう切り返しの時点で上半身も下半身も抜いてる方向が全然違いますね。はい、インパクトでも優利プロは下半身回って上半身は残ってるのに対して、私はもうね、ひどい。ではなぜ体の開きがミスにつながるかというと、体が開くとベースも開いてるし、あと体の正面からクラブが外れてるからもう押せないだから飛距離も出ない。でこのインパクトから先も体がもう開いちゃってるから、これ以上左にこうやってクラブを返すことができないから、どんどん手が離れてフェースがどんどん開いていく。スライスもするし、球が捕まらない、飛距離も出ない。これを手を曲げて、体を開かずに手打ってたら、フェースもまっすぐ、体の真ん中にクラブがあるからボールも体で押せるし、まだ体が開ききってないから、こっから腰を回せば、ちゃんとクラブが左に触れてくる。この形が理想です、私の。
ので、私の中の感覚で言うと、テイクバックをして、この状態のまま打っていきたい。でも長年の癖があるから、ここからもうこう、体が先にこうやって動いちゃう。これをなくしたくて、このままもう手だけ振るみたいな、まあ、手打ちみたいな感覚だけど、っていうのを覚えたい。こうやっていきたい。そしたら体が無理やり残るし、でもとはいえ癖があるから、ちょっとは体が開いていくと思うから、強制的に直すためにここから手だけ下ろしたい。でもそれがちょっとできなかったんですよ、練習で。なので一つやってみようって思ったのが、このままテイクバック上げて、このまま手で手打ちするイメージでしょ。で、打った後にフィニッシュを取らないで、このトップの位置に戻す。そしたらこのトップの位置に戻すために胸が開きすぎないんじゃないかなと思って、ここまで来てすぐに戻すって思ったら胸が右側に残る、体の開きを抑えられるかなと思って、今日はこの練習をやっていきたいと思います。ちょっとやってみます。じゃあまずいつものスイングからいきますね。まあ、体が開いちゃう私のいつものスイング。あー、これもちょっと右方向の球が、スローで見てみると、うん、インパクトの時にやっぱり胸が飛球性方向に完全に向いちゃってますね。ちょっと右に行きましたね。体が開いてると思います。Ready. で、次私がやってみるのは、テイクバックしました。打ってそのまま戻る、トップの位置にっていう、ちょっとドリルの打ち方で打ってみます。ちょっともう一回やってみます。ちょっと当たりは悪いけど、ちょっと比べてみます。どうかな、違うように見える。次スローで再生します。うん、ここから、お、ちょっと胸の向きが耐えられてるような感じがする。さらにスローっていうのがあるので、これでも見てみます。なんかテイクバックからもうちょっとずつ違う気がしますけど、胸の開きはどうでしょうか。ここからインパクトに向かってきて、おお、お、すごい、左は結構まだボールの方に胸が我慢しようとしてる感じがしました。このドリルを何ていうかちょっと練習していきます。はい、ということでドリルを何球も何球も練習していきます。右に行ったり左に行ったり、球は安定しないけど、とにかく胸の開きを抑えるようにすることに集中して、フィニッシュからすぐテイクバックに戻るドリルを何球もやっていきます。はい、ここまでできましたけれども、どうなんでしょうか。ドリルの結果はいかに、どうなんだ。ちょっともう一回止めて見てみますね、インパクトで。あー、体開いてます。残念、そんなにすぐにはできなかったようです。悲しい。これがドリルの時の胸の開きを、ちょっともう一回見てみます。
うーん、そうだね。これは結構耐えれてる感じがするので、これを目指してもうちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ということで、胸の開きによる私の場合は特大な振り遅れを強制的に治るんじゃないかなと思ったドリル、強制ドリル法だったんですけれども、どうだったでしょうか。まだね、私もドリルをやってる時はいい感じの形に見えつつはあるぐらいで、普通に振ったらもう体は開きまくりなので、このドリルをちょっと何回かやっていってちょっとずつ直していけたらなって思ってて、まあ、手打ちというか振り遅れてもちゃんと体について触れるようについてきて触れるようになれるようにやっていきたいなと思ってるんですけど、同じ悩みがある方とか、あと私のこの動画を見てくれてこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスがあれば、ぜひぜひよろしくお願いします。一人でやっててもね、なかなか難しいところだし、私の中では一番の強い癖なんですね。今この胸の体が開いてて振り遅れる、球が捕まらないっていうのが一番の悩みなので、これをどうにか直していきたいなと思っているので、ぜひコメント欄の方で教えてください。ということで、楓の一人自主練動画でした。ありがとうございました。